ミーツのドラキュー・ナイト。みなさんこんにちは、シホミンこと吉野シホミです。今日はボートレース桐生本場にやってきてます。なんでモアイなんですかね。あんまりボートレースと関係ないと思うんですけど、本場にやってきたということで今日も頑張っていくぞ。シホミン、ミーツのドラキュー・ナイト。この番組はボートレース初心者が女子ならではの視点で船券勝負をしながらボートレースの楽しさを皆様にお伝えしていく番組です。ルールはいつもと同じです。1レースにつき早め10点以内、1レース2000円で勝負していきます。今日はですね、赤城雷神杯の3日目ということでですね、こちらの9レースから11レースの3レース分勝負していきたいと思います。はい、今日は本場ということでやってますけども、いつもはみーつんと私2人でやってるんですけども、今回は特別ゲストにお越しいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。最初の竹内です。お願いします。はい、どうも、エレラの福です。おはようございます。で、お二人と私と対決という風にしたいんですけども、と不安なので、もう一人も特別スペシャルゲストに向井さんです。はい、中島さんと水間さんは、はい、あのモーターがあんまり良くないと言ってたんで、ちょっとこの2人はおすすめじゃないよというふうな話を聞いてまして、はい、正直、はい、中島選手苦しいって関谷さんが言ってるって言いますけど、はい、正直吉村さんも苦しいですよ、うん、この中で苦しくないのは智也さんと松尾さんだけ、はい、あとまあいいかなってのは永田さん、はい、みんな苦しいです、はい、みんな苦しいです、はい、で苦しい時に出るのは実力です。実力で言ったら中島光栄ですよ、はい、こっちは智也応援なきにしよう。あ、じゃあそうしますかね。私たち、はい、4人の考えた回目はこちらです。こちらです。よいしょ。はい、じゃあこれで、それでは行ってみましょう。無事買えました。 DK カード本当に便利です。シュスター5コース5号艇永田、6コース6号艇水間、枠上3対3、第2レースのスタートです。スタートしました。並んだスタートになりました。先行争いは内1号艇松尾、そして角から山崎、山崎智也、角からまくっていきます。5号艇永田修二がついている。まくり差しが決まるか、山崎永田、さあ競り合ってバックスレッチへ出ていきました。5号艇永田が内、山崎をかわすか、外4号艇山崎智也、バックスレッチ中間点激しい競り合い、びっしりと競り合っています。さらに内から外枠勢で6号艇水が上がってきました。5号艇永田がトップに立ってマークを旋回する。4号艇山崎はつけまいで逆襲ですが、5号艇永田が先頭でホイールスレッチへ入ってきた。山崎は2番手、先頭2番手、3点進から4点進、差が広がりました。突き放しました。5号艇永田修司が先頭です。最終コーナー、先頭5号艇永田、2番手は4号艇山崎、そして2号艇吉村の順でラストターンマークを旋回、ゴール前直線に入りました。永田2勝目、5号艇永田修司が先頭です。山崎は2番手、5号艇永田1着、4号艇山崎2着、2号艇吉村が3着で終わり。6号艇水間、1号艇松尾、そして3号艇中島の順でした。はい、9レースの結果は542で23,660円でした。いや、残念でした。次頑張ります。ここは馬場吉原さんのインということで、はい、まあ、一応ね、着順が3着2着で、昨日の6着っていうのはこれドリームなんで、一応天橋なんで3着ぐらいと思ってもらって構わないんで、なんで全然まだここで1着取れば高額狙えるんで。北谷さん情報でも須川さんがかなりやってるし、いいですよね、はい、天井1位じゃないですか、これ。そうですね、そうでした。はい、はい、マニアの3着取らせたら、はい、ボートレース界でマニアの右に出ることになります。それ誰が見てるんですか？マニアです。マニアの。そこまで言うんだったら、はい、
アニワ選手の三着付け流しっていう書き方もあるやってみますか。じゃあ1321422っていうそのなるほど。そうなると1着をちょっと変えてみたりしますか。1着を変えてアニワ選手の三着流すってこともありですし。なるほど、はい、では私たち4人の考えたアイデアはこちらです。こちらです。はい、1着が、1号でプラのババさんね、マニュアの3着に乗っかっての間が634ということで、エンジンの割れ2人をちょっとやめさせてもらってます。はい、ちょっと俺たち変えます。俺が3着でとどまる人間なわけねえだろってもう奮起して123124 1000円ずつ、まあ、うちは4334が結構そうですね、この辺からどっちかというとということで、これで見ていきましょう。はい、無事買えました。これ石野さんがピットをくれちゃってもう4コーススローです。え、ピットかなり悪かったの？はい、もともといや、そんなことないです。ピット失敗でした。あー、マジかー。これ、エアの練習の角になりましたよ。ちょっと待ってよ、はい、スタートゾーン、左サイドからの寄り風、インコースから1番、2番、3番、4番やべスタートしました。角5コースタートの5号艇、エアの練習はトップタイミングか。4コース、4号艇、石野も好スタートになっている。内から1号艇、馬場が逃げるか。4号艇、石野がつけ前に行きます。2号艇、マニマの差し中をついて3号艇ストー、そして5号艇、矢野練習は内から上がっていきますが、1号艇、馬場が逃げを決めています。リードは4球審くらいになりました。2番手争いは接戦です。1、5号艇、矢野、中は2号艇のマニマ、外からは4号艇、石野、さらには3号艇、ミスドー、6号艇、前座、2番手、旋回直線コース、少しコース外へ流れを出す。4号艇、石野が外、2番手、1点数リード。さらに5号艇、矢野練習が続いて1周目、先頭は1号艇、馬場芳也です。4番石野、5号艇矢野の順で第1ターンマーク旋回です。スタートは正常でした。1号艇馬場がトップ、4号艇石野、5号艇矢野の順でバックスレッチへ出ました。3号艇須藤、内を通って立て直しながら上がっていきます。あとは2号艇間2番、5番手、さらには6号艇前沢でバックスレッチを通過。石野1番、4番、3番手は5号艇矢野レンジでゴール前直線コースへ入ります。1番、4番、5番の順、予選競争の中レースはゴールを迎えます。1号艇馬場1着、2着は4号艇石野、3着5号艇矢野のゴール、4着3号艇ストーク、そして2号艇が2番、6号艇前沢と入りました。第10競争でした。10レースの結果は145で2710円でした。いやー残念でした。ちょっと次ね、最終なので、最終とかこの番組では最終なので、ちょっと次こそ取りたいです。頑張ります。徳井さんはここでお別れということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ごきげんよう。
これ126とかあるんじゃない？126全然ある、ちょっと4がね、いやむずい、4はちょっと4が終わりました、ね、終わりましたね、どこ行っちゃったもん、4の目は、勝利があります柳沢はじめ、5コースが6番の桑原となりまして、アウトコースは4番パター英語です。内から1番2番3番5番6番4番11レーススタートが切られました。スタートは並んでいます。1号艇松井茂コーススタート、そして2コース2号艇杉山と並んでいる。センター3コースの3号艇ブス島はどうか、まくり差しを狙いました。1号艇の松井が逃げて3号艇ブス島のまくり差し、あとは外4号艇畑か中をついて2号艇の杉山ですが少し遅れを取った。内から5号艇柳沢がかわしていく。さらに4号艇の畑、外は6号艇桑原です。2枠旋回1号艇松井が回ります。6号艇桑原の切り返し、3号艇のブス島はこの位置差して直線コースへ入りました。3番ブス島が差して1番3番となりまして、レースがこれから2周目、スタートは正常でした。松井が先頭、リードが4艇身くらいありまして3号艇ブス島を抑えています。ブス島リードは3艇身、6号艇桑原がここでも切り返していく。1マーク桑原の追撃、3号艇のブス島が封じて2番手を守ります。6号艇桑原、外は2号艇の杉山となって、あとは5番の柳沢、4号艇花でバックストレッチを中間点に向かっていますが、先頭になった人気の2人、1番3番松井ブス島両選手が抜け出して、あとは6号艇の桑原か2号艇の杉山が追ってきた。差を一定身と縮めて、2番はつけないです。3番男性でホームステッチ入ってきました。2号艇桑原が抜けられて3番のビールの最終周回です。2号艇杉山外、内が6号艇桑原、接戦が続いてラスト1周 600m は3番手争いで入っていきました。後方4号艇畑、5号艇柳沢となっています。1番旋回、1号艇松井、3号艇の杉山、2号艇の杉山が回っていく。6号艇桑原が差し返す。バックストレッチへ出ました。2連単13は 2.2 倍のオッズで、3連単ですと1326.5 1361.4 倍を示しています。桑原と杉山、1、6号艇桑原、外は2号艇杉山、3番手争いで最終コーナーです。先頭2番手は松井ブス島両選手、そして6号艇桑原か2号艇の杉山か、6号艇桑原先に回って3番手136でゴール。1号艇松井1着、3号艇ブス島2着、3着6号艇桑原ゴール、4着2号艇杉山です。4号艇畑、5号メガタメロ、なんで6号さ、6号で行ってた、遠くても6が、6の人は6が得意だったんだよ。もうそれはもう11レースの結果は13,140円でした。悔しい。今日は本当にありがとうございました。いや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 、こちらこそありがとうございました。本当に嬉しい。まだ初心者だから難しいことも言ってくださったけど、すごい勉強になりました。ということでありがとうございました。次節のボートレース桐生の開催は6月15日土曜日から20日の木曜日まで、 MVP 津幡開設6周年記念が行われます。皆さんの本場へのご来場お待ちしてます。次回からもですね、ボートレース桐生に関するいろいろな楽しい情報をどん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 発信していけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上、吉野志保美でした。またねー。